現在も対岸からの風がしっかりと吹いている状況です。小島ボートレース場ポイント争いの3日目です。後半戦8レース予選競争の開始です。1号艇には谷口健一、2号艇には大江淳、3号艇には武須島誠、4号艇土井翔吾、5号艇鹿島俊宏、6号艇前原博道、以上6選手の対戦です。このレースもスローペースでの作戦待機行動となっておりまして、1、2、3、4、5、6の枠なりスタイル。ここは内枠2名がフライング持ち、しかもまだ未消化ということで、ここは踏み込みがポイントとなる1号艇の谷口、2号艇の大江。2号艇の大江は今日の前半3レース、インから押し切っての初勝利をマーク。そしてこのレース、圧倒的な人気を集めたのは3号艇、武須島。ここまで目下、無傷の3連勝中です。4コース下げて角1が4号艇の遠い、5コース5号艇の鹿島、サイアウト6コース目下、昨日から連勝中、今回はチルと一度にセッティング6号艇地元の前原。進入スタイルは3対3の枠なりとなりました。第8レースは予選競争、インコースからエジョン2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。スロー3艇、高速度1号艇、2号艇、3号艇、白を1上げ逃げる1号艇の谷口、2号艇を刺す、いや相手まくる、写真展示で3号艇の武士島と4号艇、5号艇の向こう向こう上面に折り返す、ここが先攻め成功か、先頭2号艇の大江淳、2番手そして3号艇の武士島、3番一歩先行5号艇の鹿島、最初の候補4号艇、1号艇の向こうで去って接戦、一瞬にマークの世界、相当は正常、1人抜けたまま2号艇大江、2番手5号艇の鹿島がやってくる、ここは幅を取って切り込んで3号艇の武士島、右手の向こうの前原で切り込んでくる前に4号艇、1号艇ホームに移れば、先頭は2号艇の大江、2番手そばに取り返すは3号艇の武須島、3番手5号艇の鹿島、ちょうど野球は2三号、レースは2周目と移りました。1番クロターは先頭は2号艇の大江淳、2番手は3号艇の武須島誠、3番手5号艇の鹿島とシーロ、狂った接近4号艇の土井翔吾、向こう止めに折り返す、3番手は5号艇の鹿島、ちょうど野球は2三号、その後方6号艇前原、4号艇土井、最高峰となった1号艇谷口へ、レースは2周目枠の旋回と向かっていきます。先頭で折り返します。2号艇大江、2番手は3号艇の武須島です、3番手小さく囲んで5号艇の鹿島、上田家は2、3号、レースはこれから3周目と移っていきます。このレースは2コースからトップスタートは1011のタイミング、そのまままくっていきました。先頭は2号艇の大江淳です、2番手は3号艇の武須島誠、3番手は5号艇の鹿島俊宏、上田家をついて2、3号、2連単2、3、21.4倍、3連単2、3号、91.4倍、ラストコーナーの旋回と向かっていきます。お見事、今日3日目ピンピンゴールは先頭2号艇大江、2番手は3号艇の武須島、3番手5号艇鹿島が帰ってきて、上田家は大江、武須島、鹿島の2、3号、先頭2番の大江ゴール、2着3番武須島、3着5番の鹿島ゴール、6番前原、4番土井ゴール、ラストは1番谷口ゴール。以上、鹿島第8レースでした。